どうも、うかでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。というわけで、やっていきましょう。弱小校は神奈川を制す。土壇場です。8回裏。どうようやく追いついて、この流れに乗っていきたい。プレイ、思いっきり行きましょう。ミート慎重に流し打ち。どんどんし、よし、おー、いいね。ここでさらに逆転したいもんだが、どうだ。頼むよ、キラ。よし、あー、ファーストゴロ。まあ、いやいや。しゃあないしゃあない。でもいい、でもいい。よし、追いついたのはでかいよ、ここで。よし。そしてピンチ。でもワンアウトランナー一塁だろ。安心していこうや。大丈夫。松浦。お前に全部打たれてるのか、今日は。じゃあ、小松原か、しかも1年。まあでも、ここはしっかり抑えてもらおう。速球中心に変化球は無理だと分かっていくから。外角に。頼むよ、小松原。打率すげえな、しかしこの松浦バッターは。よっしゃーい！いいね、1年生。そして、三堀。変化球中心引っ張り警戒の、緩急重視でいきましょう。頼む。緩急重視して。おっしゃい、ワンストライク、ツーストライク。おっと、あー抜けたか。まあまあでも、ツアツアと。よしよしよし、いいよいいよ、いいよいいよいいよ。ゼロで抑えれば、ゼロで抑えよう。やばい、5番か。1で、でも同じ1年生対決なんだよ。負けちゃいけないのは分かってるだろう。とりあえずここ、コースお任せでいい。頼む。よっしゃ、ストライク。おっしゃ、ファーストゴロ、よく抑えた1年生。いいねー、いいバッ、いいピッチングすんね。さあ、さよなら、さよなら行こう。さよなら、この流れで。村木。行こうか。ミート慎重に、まず引っ張ってこう。いけ。いけ、村木、1年生。期待してっか、2年か。おっと、おっ、おっ、おっ、嘘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 、よっしゃーい、よし、いいぞ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 、よし、いいバッチングするねー。さあ、行きましょう。ここは大事だよ、本当に。本当大事よ、ここ。どうする？送り、バーンと、ちょっと一応タイムで、スコアでちょっと自分のチー、じゃあ、野手データだ。ちょっと、村木ってなんか、バントまで持ってたっけ？何持ってないか。でもいや、で、小松原で代打か？代打誰かいたか？小林とかがいるか？ワンチャン小林くんかけ、でもな、チャンス、ヘッドスライディング。どうしよっかな。まあ、最悪、まだ伊野がいるから。投手ここでバントしましょう、バント。うん。バント。よいしょ、頼む。よし、いいバント。あー、ファルか。バントするか？いや、しよう。バントしよう、バント。ワン、あ、間違えた。出て出て出て。何言ってんだ、俺。バカバカバカ。よし、オッケー、いいバント、いいバント。よし。オッケーオッケーオッケー。で、ここで代打出しましょう。代打。代打、代打。タイム、代打。さあ、ここ勝負です。小林。君結構経験してるからね。さあ、行きましょう。行こう。小林ジョージ。ここで使いたい。究極の思考。最悪犠牲フライでも全然構わないから。いっちゃってミート慎重、犠牲フライ、ゴー！あ、待って、スクイズにする？いや、ダメだ、やめとく。どうだ？おー、いいね、フォアボール。で、1番に回したのでかい。よし、さあ、津川は、バント丸とかも、いや、スクイズはね、失敗する可能性が高いんですよね。あんまり俺は好きじゃないんで。だったら、思いっきり、思いっきり転がした方がいいわ。頼む、津川。あ、でも待って、転がせ、おー！いや、転がせは単なる、こう、バントの、なんだろう、ちょっと、ゴロ製造機な気がするんで、お任せでいいや。頼む。津川。よし、うわー、マジか、間に合う、だー、最悪だー、嘘だろ、よりによって。くそ、せっかくのチャンスを。まあ、いやいや、よしよしよし。平子、でも2番から、逆に言えば2番からで、こう、ランナー出て、それで、古田で返そう。頼む、出てくれ。ルイン出ること大事だから。よし、あー、ショートゴロ。ちょっと厳しいかな。小島秀樹、頼むよ。あ、来た、引っ張り。いけるね。引っ張って。相手もうそろそろ、馬淵も疲れてきたろ。1年生150球は投げてんだぜ。よし、いけ、抜けろ、よし、オッケー、ツベス行くか。行ったね、よし、来た。今度こそさよならのパティン来たぞ。さあ、ここでまあやってまいりました。大本命、4番古田。ミート慎重にお任せ。もうお任せるよ、全部。もう頼む。古田。相手疲れてっから。あ、フォーブルか。ランナー一塁来た。変えてくる。ここでバントでもした。いやー、ここはもう、任せる。信じる。流し打ち。ここはもう期待するしかない。バントなってしたらツーアウトになって失敗する。あおうち！バントした方がよかった。後悔。まあいいや、しゃあない。キラ。ファーストコンバートで。流し打ち頼む。お願い。本当に。ここで1点。本当に欲しい、この、よし！あー！まいったなー、くそー！ 2 連続チャンスを潰してしまったか。しかもピンチ、ワンアウトならない、一塁。2番か、しかも上位打線。
伊野がちょっと伊野に頑張って1位にちょここでここ守ろう、うん、ここを守ろうしっかり、月収速球中心、でそれで緩急重視おーどうだおーさせあーダメかーいいなーいいピッチングするいいそううわよいしょ追い込んだいい走塁するじゃあーうちオッケー正面よしスタートオッケーオッケー押さえてこ押さえてこ松浦さあここは押さえていきます。長打警戒かなやっぱりで変化球中心でいくかで緩急重視君にはナックルボーラー井野頼むよしあーっとよっしゃナイスショートナイスショートマジショートナイスよっしゃいい守備荒木いいねいい守備した今のは素晴らしいよ。さあ下位打線、ミート身長村木今日超村木ねあの本当に先頭打者になったら強いから期待してっからマジでよしどうだ抜けないいい守備するわおまあしゃあないしゃあないしゃあない荒木さあ、ミート身長にお任せ頼むうえい期待してっからマジでお願いよしおい天聖プロの西川よしセンター前落ちろポテンオーケー毎回ランナーは出すは出すんですよね。そして、井野和樹。ここバントかな？ここは送りバント。よーいどうすっか、これ。それともツーアウトで1番に回した方がいいわ。うん。ツーアウトランナー2塁で1番に回した方がいい気がしてきた。もうバント。よしいいバーウチ無理かこれ送りバント苦手かもしれない、井野もしかしたら。うん、まあ最後まで期待するよ。よしオッケーナイスバントよしいいよいいよ。よし、スタートランナー1、2塁。さあ、サヨナラのチャンスで、津川。ニート身長お任せ。もうお前、かける。もう、3連続スコアリングポジションは厳しいぞ。頼む。ギャーンいやー、厳しいな、しかし。うわー、ワンアウトランナー2塁。やべー。で、バッターが、代打。池永。ちょっと見ていきましょう。誰池永。BB か。お祭り男。うわー、ちょっと強えなー。明らかに代打用の選手だもんな。長打警戒の変化球中心で、重い球を持ってるからな、井野は。だからワンチャン期待はできるんだよな。うぃー。よー、来い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 。よし、おわー、ちょっと待って、よしじゃない。ギャーついに取られたか1点。くそーもう、やばい。ちょっと厳しいって。まいったな。抑えてこう、ここ。美濃原。緩急重視いきます。長打警戒、変化球中心、緩急重視。抑えて、抑えて。期待して。ちょ、待って、あ、胃の疲れて、胃の疲れてるー！あ、待って、このピッチャー、こいつは任せた。オッケー。はい、投手交代。疲れてたじゃん、胃の。だから打たれたのか。まあ、無理もないな。投手交代。浜谷、頼んだよ。もう1年生全員出す。もうこうなれば。もうここでもう抑えるから。で、強心臓、ピンチ。ピンチ強い。で、もう最悪ここでもう、真珠。あとはもうピッチャーいないから。どうしようかな。低めに集めよう、低めに。ツーアウトだから、低めに。よーし、よしよしよし、オッケーオッケー、抑えればいいんだよ。どうだよーし浜谷よく抑えたオッケーさあ、こっちの番だ。裏、変えてきた、1年生。お、でも2番からじゃん、こっちは。でもなー、平子調子悪いんだよな、お任せで。頼む。お願いで、平子。この1点、逆転、うわっ期待してっから、本当に。お願い、お願い。よしダーサードダメー入ったなー。フルダーの前にランダー出すわ。フルダーの前にランダー出すんだよ。ミート慎重に、お任せ。いけ、秀樹。秀樹頼んだマジで。いけ。よしだーファーストゴロかいここで同点ホームランでもかますか。もう一発それしかないもんな。ミート慎重引っ張りで頼む。4番、もうホームランが期待できるとしたらお前しかいねえんだよ、フルタ。頼んだ、本当に。よしどうだおえいまあまあいや、でもな、いい当たりすぎてシングルヒットって感じですかね。まあ、ここででもまだ、うん、ホームランがあり得るから。もう、ここはもう、思いっきり、ミット、慎重に長、引っ張ってこう。ちょっと、こういっぱい、いけ。よし、たーいうわー、負けちったー。うわー、負けちって、まあ、しゃあない、しゃあない。どうも、ちょっとカットしちゃいましたけど。まあ、でも、よくやったよ。うん。よく頑張った。12回の激闘ですよ。うん。実況2回にわたるね、激戦でした。4時間52分、5時間ぐらい頑張ったんだね。いやー、負けちったよー、がっかり。まあでもよく頑張った、よく頑張った。あと逆境までついたじゃん。いいじゃん、いいじゃん、あれじゃん。で、身長だ方がつがついて。あーでも、成長はするじゃん。あーでも、全然経験させましたしね、いろんなこと。よかった、よかった。評判下がった。あー、中堅校早いまあいいや、よしよし、しゃあない、しゃあない。うん。でも、これで、あー、白土になっちゃったよ、もったいね。
まあいいや。というわけで、負けてしまいました。次回はドラフトになります。まあ、うん、春は仕方がない。夏頑張ろう。というわけで次回もご覧ください。じゃあねー。